酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、これなんだ。札幌ですね。塩ライチサワーです。限定出荷。果汁に塩を加えた新しい美味しさのサワー。果汁が 1%、アルコール度数 6%。原材料がライチとウォッカと食塩と糖類と酸味料と香料です。そしてなぜか 500ml しか売ってませんでした。確かコンビニで売ってました。これはね。あ、ライチ。乾杯。いやー今日は暑い。本当に。俺の部屋の中は32度でしたね。うん。ライチに、ライチのチューハイなんだけど、ほんのり塩が、入ってるんだけど、うん、まあ甘味料入ってないからね、まあ普通に美味しいんだけど、まあ、うん、正直ほとんど塩が入ってないのかな。なんか全然あの甘さがもともとあるからそれにかき消されて、ね、なんか全然しょっぱくない、うん、全然塩加減がないです。もともとこれ自体は結構甘いんで、それの甘さと、があるからか、全然しょっぱくないですね。せめてもうちょっとしょっぱくした方が美味しいんじゃないかな。これだとなんかただのライチサワーにちょっとなんかレモンが入ってるのかなっていう感じ。なんか、しょっぱいんだか酸っぱいんだかよくわかんないんですよ。ああ。いや、にしても暑い。今日は。もう扇風機出してますけどね。いや、暑い。うん。こちらは4月11日に、発売してるやつですね。結構前から発売してるな、これ、うん。でもそもそもライチ自体結構珍しいから、まあね、あんまりないよね。なんか、ライチのチューハイってなかなか、なんか珍しい気がするけどね。まあでも、あの、甘味料入ってるやつに比べたら全然美味しいんですけど。ただ、最近ね、関係ない話するとね、あの、バームウォーターっていう、あの、なんか、ダイエットとか、あの、スポーツドリンク的なやつあるじゃないですか。なんか、あの、栄養ドリンク的な、栄養ドリンクじゃないんだけど、普通にスポーツドリンク的な、バームウォーターってやつ。あれがね、なんかやけにね、飲んだらね、あの、うわぁ、なんじゃこりゃ、と思って。甘味料がすげえなんか、甘味料の味って言ってもおかしくないぐらい、なんかすげえ甘味料、
のね、甘さがね。あってね。まずかった。めちゃくちゃまずかった。暑い。今日はね、久々にね、ポケモン GO をやりました。ポケモン GO。ジョギングじゃない、ランニングじゃねえ、あれか、ウォーキングか。ウォーキングをね、久々にやったんですけども。2時間半ぐらいかな。歩いたんですけど、2時間半歩いて、やっと、万歩計つけてやったんだけど、ようやく1万歩でしたね。あ、1万歩って結構あれだなーって。2時間半歩いてようやく1万歩だったから、きっつーと思って。まあ甘さはそこそこか。香りもそこそこ。うまいかまずいかっていうと、別にうまくもねえなって。まあ、うまくもないってこともないんだけど、まあ、まずくはない。2443です。ご視聴ありがとうございました。